太古の地球には天にも届くような巨大な木が存在していたのかもしれません。ようこそ、ナビゲーターのルカです。メキシコ南部オアハカ州のサンタマリア・デルトゥーレにある教会には、トゥーレの木と呼ばれている巨木があります。トゥーレの木は現存している世界中の木の中で一番太い幹を持つ木としてギネスブックに載っている巨木です。ヒノキ科のメキシコ楽松という種のこの木の太さは、間周が 36.2 メートル、直径は約 11.62 メートルと2005年に計測されました。人間が手をつないで囲むには30人以上必要な太さです。日本の巨木として有名な縄文杉の間周が約16メートルなので、非常に巨大だということがわかると思います。正確な樹齢は不明で、1200年から3000年と言われていますが、幹の成長率から科学的に推測された樹齢は、1433年から1600年とされています。トゥーレの木は圧巻の太さですが、太古の地球にはトゥーレの木が可愛く見える、信じられないほど巨大な木がいくつもあったという説があります。現在では、その根や切り株など一部分しか残っておらず、また木であると認識されていないようなものも多くあります。巨木の名残はそこに巨大な木があった証として今も存在しています。そして世界中で伝承されている巨木の伝説は古代の人々の空想ではなく、巨木が人々の身近な存在だったからこそ語られたものなのかもしれません。巨木の伝説。世界中には頂上が平坦な形をしている山が数多く存在しています。南アフリカのテーブルマウンテンやベネズエラのギアナ高地にあるクケナン山、エンジェルフォールで有名なアウヤンテプイ、ベネズエラ、ガイアナ、ブラジルの3カ国にまたがるロライマ山などが知られています。この頂上が平坦になっている形、切り株に似ていると思いませんか？テーブルマウンテンは地盤の柔らかい部分が風雨によって削り取られた形とされていますが、巨木の切り株や折れて朽ち果てた巨木の根の部分ではないかという説があります。また、マグマが冷えて固まった後に地表に現れた岩山と言われているデビルスタワーも巨木の切り株に見える山の一つです。日本でも昔は巨木だったのではないかと言われている山があります。それは大分県の玖珠町にある切り株山です。この山は元は巨大なクスノキだったと言われています。豊後の国風土記には大きなクスノキによって木陰になり日当たりが悪くなったことに困った住民が切り倒した切り株が切り株山だという伝説が残されています。雲よりも高く天にも届きそうな巨木が古代の地球には存在していたのでしょうか。これらの山がどれほど大きな木だったかというと、デビルスタワーが高さ6000メートル、テーブルマウンテンに至っては高さ60キロと計算されています。富士山の標高が3776メートルなので非常に巨大だということがわかるでしょう。高さ60キロというのは成層圏よりも上になるので、巨木の伝説でよく聞かれる天にも届きそうなというのは誇張でも何でもなく、巨木を見上げた人々の素直な感想だったのかもしれません。アメリカには化石の森国立公園という長い年月をかけて化石になった樹木が多数点在している公園があります。化石化した樹木は岩や宝石に見えるようなものもあり、今では岩山にしか見えない山々が古代には巨大な樹木であったとしても不思議ではないと感じてしまいますね。巨木と巨人。地球にかつて巨大な爬虫類である恐竜がいたことは今や常識となっています。恐竜よりも3億年前の地球にはカモメと同じくらいの大きさほどもある巨大なトンボなどの虫が存在していたことも明らかになっています。なぜ全ての生物が巨大だったのかというと、
それは酸素濃度が高かったためです。この時代の酸素濃度は 30% だったと言われています。これは現在の酸素濃度の約 1.5 倍になります。私たちと同じように、古代生物にとっても酸素は必要なものではありましたが、過剰に摂取することは毒にもなりました。人間も酸素を過剰摂取すると、細胞が損傷を受け、視覚障害や吐き気、呼吸困難に陥ります。過去には酸素が豊富だったために巨大化したと考えられていましたが、現在では酸素の過剰摂取を避けるために巨大化していたと考えられています。地球に酸素が出現したのは、光合成を行う生物が誕生してからだとされているので、太古の地球では巨大な木々が光合成を行い、酸素濃度が高くなっていたのかもしれません。2億年前から1億年前の地球では、光合成の材料である二酸化炭素も豊富であったことから、巨木が育ちやすい環境であったことがわかります。爬虫類や昆虫類が巨大であったのと同じように、哺乳類や魚類にも巨大な種が存在していました。哺乳類では約190万年前から8000年前に、怠け者の近縁種とされている全長6から8メートルのメガテリウムが、魚類では約1800万年前から150万年前に、捕食者魚類としては最大の全長13から20メートルもあるサメ、メガロドンが生息していたとされています。このように、すべての生物が巨大だった時代の地球に、巨人が存在していたのではないかという説があります。他の生物が酸素濃度に適応して巨大化していたように、その時代に人類が存在していたのならば、やはり巨大化していたのでしょうか。切り株山の伝説で巨大なクスノキを切ったのは、身長およそ9尺の大男だという話があります。9尺は約 2.7 メートルです。北欧神話でも、世界樹ユグドラシルにおける地上の層には、人間の他に巨人が暮らしている国があったとされています。このように巨木にまつわる伝説には巨人もよく登場しています。テーブルマウンテンや切り株山が巨木の切り株や根元であり、巨木が実在した証だとすれば、古代に巨人が存在していた可能性もあるのかもしれません。そんな巨人伝説を裏付けるような巨大な足跡が、南アフリカ共和国東部のトランスバール地方で発見されました。足跡の大きさは120センチ、年代は2億年前と推定されています。足跡から計算された身長は7メートル以上です。人類が誕生したのは約500万年前とされていますから、その大きさも年代も私たちの常識とは大きくかけ離れたものです。2億年前には酸素濃度は 12% になり、二酸化炭素濃度が増加しました。巨大化した生物たちにとっては酸素濃度が適正になり、植物にとってはさらに成長しやすい環境になりました。植物の巨大化に伴い草食動物が巨大化し、さらに肉食動物も巨大化していった時代に、人類もまた巨大化していったのでしょうか。巨人の伝説については、地球外生命体、つまり宇宙人という説もあります。シュメール文明の研究者であるゼカリア・シッチンは、シュメールの神々であるアヌンナキが惑星ニビルからやってきた宇宙人であるという説を主張しました。アヌンナキの身長は人間よりも大きく3メートルほどであったと言われています。巨大な足跡はさらに遥か昔のものであるため、アヌンナキの足跡ではないと思われますが、南アフリカにも月が今の位置にあるのは、地球外の惑星に牽引されたためであるという伝承が残されています。このように宇宙人に関連する伝説、伝承は各地に数多く残されており、古代宇宙人が巨体だったとする話も多数あります。元から巨体である宇宙人が、あらゆる生物が巨大化した太古の地球で、さらに巨大になった可能性もあるのかもしれません。
巨木の消失。世界中には大きな木がたくさんありますが、その高さは最大でも80メートル。太さも冒頭でお話ししたトゥーレの木が最大の36メートルです。世界中に存在していたと思われる巨大な木々は根元部分だけを残して消えてしまいました。巨木たちはいつどのようにして消失したのでしょうか。巨木が消失した理由については研究が行われていないため解明されていません。しかし、巨木が過ごした古代の地球環境を考えれば、その理由を推測することが可能です。大陸移動や海面の上昇、それに伴う気候の変動や異常気象など、大地に根を張り、移動ができない巨木には大きな影響があったと考えられます。また、ギリシャ神話や北欧神話では、巨人による古代戦争が起こっているため、戦火に巻き込まれ消失してしまったのかもしれませんし、巨人に伐採された可能性もあります。他にも、巨木自身が成長しすぎたことによって、温度の変化や空気の構成に対応できなかった可能性や、地上の広さや養分が巨木にとって不十分であった可能性も考えられます。切り株山のように、邪魔だからと伐採されてしまった巨木の伝説もありますが、神格化している伝説も数多く存在しています。伐採や戦火に巻き込まれたといった悲しい理由よりも、樹齢によって自然に衰退していったという説を望んでしまいます。最古の木。2億年前に巨木が存在していた可能性をお話ししましたが、化石として発見されている最古の木は、実は約3億8500年前のものです。2019年にニューヨーク州カイロの廃棄された採石場で、シダ植物の根茎の化石が複数発見されました。発見された植物は、セロリのような木、クラドキシロンや古代の松のような木、アルカエオプテリスです。周辺では樹木の化石が以前から見つかっていましたが、この時発見された化石はさらに数百万年前のものでした。また、以前から見つかっていた化石は根が貧弱な古代の種でしたが、2019年に発見された化石は複雑な根を形成していました。これは現代の樹木につながるような存在として大きな発見とされています。気になる木の大きさですが、発見された化石の木はどちらも高さ10メートルほどに成長する種であると言われています。小さくはありませんが、伝説に出てくるような巨木のように天まで届くような大きさではありませんね。しかし、古代の森について分かっていることはかなり少なく、植物から木になった経緯や時期、森があった場所などは解明されていません。植物は藻類の一部が陸上に上がり、4億2500万年前に異冠側植物が出現したと言われています。最古の木の化石として発見されているシダ植物は胞子で繁殖しますが、後に種子を形成する種子植物が誕生しています。現在知られている森林に見られる木は、皮脂植物や裸子植物などの種子植物が大半になっています。種子植物は3億年前に誕生したとされていますが、植物の化石は残りにくいため、正確なところはまだ分かっていません。また、巨木伝説に出てくる木がシダ植物であるとはあまり考えられません。切り株山の伝説に出てくるクスノキは、皮脂植物の常緑広葉樹であり、北欧神話のユグドラシルは巨大な西洋トネリコだと言われていますが、こちらも雨上服用の皮脂植物です。残念ながら、伝説に残るような巨木が存在していた証拠は見つかっていません。しかし、植物の歴史はまだまだ謎が多く、億という単位の年月で空白の期間があります。そこに巨大な樹木が存在していた可能性もあり、そしてその証拠こそがテーブルマウンテンやデビルスタワーなどの山々なのかもしれません。